はい、皆さんこんにちは。ニュースチャンネル長谷川幸宏です、今日は健康シリーズです、それじゃあ森山さん、早速今日のゲストを紹介してください。はい、今回の特別ゲストは生健師の青柳隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてゲストコメンテーターで大阪大学大学院寄付講座教授の森下隆一さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この番組は日本高カレー協会のご協力を得て制作しております。皆様よろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあ青柳さん早速よろしくお願いします。はい、お願いします。生健師って私初めて聞いたんですけど、はい、これは、生は製品の生に、健はすずり、すずりですよね。はい、で、師と、師はあの、師匠、お師匠さんの師と書く生健師なんですけども、これはどういうお仕事なんでしょうか。なかなかあまり聞かない、職業名称だと思いますけれど、すずり職人とか、すずり作家とはまた違いまして、すずりを作るには違いないんですけれど、はい、まあ、ざっくり言うと、石の調査で山に行ったり、採石をしに山に行ったりすることもしますし、はい、文化財の復元や、そういった修理、そういったものもしますし、はい、オーダーメイドを作りすることもしますし、はい、すずりにまつわる全てのことをする、はい、非常に職域の広い仕事なんですけれど、はあはあ、本当のじゃあ石からすずりを作るわけですか。そうです、ね、それ全部やるんですか。全部一貫して一人で、一人で、はい、本当の石から、石から、山からです、ね、いや山からすごいですねすずりって、はい、今の若い子って分かんのかしら。だいぶ分からなくなってきてしまっていて、すずり分からない、若い人分からない人たくさんいる。小学校で授業とかをしていますと、はい、すずりが溶けて炭になって、黒い液ができていくと思っている子もいますし、はい、今の小学生はプラスチックのすずりを使っているので。プラスチックのすずり。そうですね、そんなのがあるんだ。今はもう一つ一つ手作りで作られているものではなくて、はい、新3年生の約 95% が、はい、プラスチックのすずりですね。はい、あ、そうなんだ。僕間違えたけど、すずりの炭って、そのすずりの石の方じゃなくて、このする方の炭そこからかちょっとそこからやろう。じゃあそこからまずすずりというのは、この受ける方ですか。そうですね、すずりは、すずりは石でできていますね。で、はい、する方のスティックの方ですね、はい、スティックはすすでできているんですね、うん、植物を炊いて、植物なんだね。そうですね、すす菜種でしたりごまでしたり、はい、そういった油を炊いて黒いすすが出ますね、はい、それを再現して、はい、ニカワ、動物性のニカワと混ぜて、はい、でいい香りがするように香料を入れて、はい、それですずりでするといい香りがしてくる。そこからです、ね、今スティックっておっしゃいましたけど、日本語ではこの棒はこれなんて言うんですか。あれをそのままで固形木って言います。固形木、どういう字書くんですか。はい、固形ですね、あの硬い、硬い、硬い形の木、木は炭ですね。炭ね、あ、これは要するに炭、あ、そうだ、やっぱ炭だよ。炭だけど、炭をするって言うじゃない。でも菜種とかでやってるって知らなかったな。うん、それは私も知らなかった。江戸時代とかは結構菜種 の、 あの油使ってること多かったんですよね。あ、やっぱりお侍さんが本を読むにしても菜種のね、ろうそく書いてましたし。それで、すいません、そのすずりの方ですけど、それを山から石取ってきて作るっていう仕事って本当に初めて聞いたんですけど、そういうのは世の中に何人もいらっしゃるもんなんですか。今生健師って方は、いや、生健師って職業は日本で僕だけです、うん、で僕だけはい、はい、中国には、はい、まあ、形は変わってしまいましたけれど、はい、似た仕事をしている人は一人二人知ってます。ただ、はい、当時この生健師っていう職業ですけど、はい、まあ、1000年以上前は生健家っていう言葉で中国にもうすでに存在していた職業なんですね、はい、家ってのは家ですか。そうですね、はい、市が家に変わっているんですけれど、はいはいはい、その生健家っていう職業何なのっていうことなんですけど、はい、まあ、当時皇帝が命じて、はい、良い硯を私に作ってくれないか、はい、っていうことになった時ですね、はい、その時に、はい、じゃあ、あいつうまいからあいつに任せようっていうふうにお願いする先が生健家なんですけれど、はい、でその当時の彼らは、
いかなる石を使っても皇帝の要望に応えないといけないので、はい、どんな石も硯化することができる、硯に特化した専門職だったんですね。なるほど、はい、で僕の場合もそこに、まあ、ルーツがそこにあるので、はい、僕の祖父も中国で硯をやってきて、はい、僕は祖父から硯を習っているので、はい、実際に中国に修行にも行っていますし、はい、基本的には中国の政権家のルーツをたどっているので、はい、日本ではいないんですね、僕の仕事で。なるほど。あの、プロフィールを拝見しますと、浅草で80年続いた書道用具専門店、宝剣堂の4代目さん。そうですね。実際には今、あと7年で100年なので、94年目、はい、すごいな、はい、の4代目です。4代目。はい。ははー。で、その石なんですけど、何の石でもなるんですか？どんな石でも。月の石でも硯を作りましたし。月の石、はい、あとはね、隕石でも硯を作ったり、いろんなものを作ってきているので、はい、何の石でも作れるといえば作れるんですけれど、はい、ただ硯に向いてるか、はい、一応なるかっていうのはまた別な話なんですね。はいはい、で、硯に最適な石って言われているものは、はい、やはり、まあ、戦後ですね。特に戦後、硯、はい、の、はい、もう、なんて言うんでしょう、ブームが来て、流行があったんです。ブーム、はい、まあ、時の様々な政治家の先生方も、はい、書家の先生方も、やはりいい硯を持ちたがった時代があって、はい、特に戦後が一番活発だったんですね。はい、戦前なんかでもですね、坂東寒山先生とか、はい、犬飼朴道先生とか、はいはい、非常に硯に精通されていて、はい、でそういった方々がこの硯はいい、この硯はいいと言い続けたのが丹渓っていう硯なんですね。丹渓、はい、ってもう総称だと思ってください。はい、これは広東省、中国の南ですね、はい、南の広東省の、はい、広州というところから取れている、はい、非常に優秀な良材を出す地域があるんですけれど、はい、その中でも特に優れた硯って言われている、はい、剣石って言われているものが、はいはい、老鉱っていう石が、はい、オイル穴蔵って書くんですけれど、オイル穴蔵、はい、はいはい、この老鉱っていう石が欲しい欲しいと、はい、夏目漱石もずっと言ってましたね。あ、で、まあ、夏目漱石はそれを手に入れることができなかったんですけれど、はい、まあ、そういうみんなが欲しい欲しいと言っていた石は何がすごいのかっていうと、はい、擦った時の擦り心地が半端ないと、はい、ものすごくよく降りる降りるっていうのはこうよく出るってこと、炭が、そうですね、炭の早く降りるだけではなくて擦っている心地が良いという、はあ、でそれで吸った炭は書き心地が良いというもので、はあ、全ての心地がいい硯を、はあ、やはりその当時の文人先生方、書家先生方が欲しがった、なるほど、その石が硯の剣石、まあ、材料として一番優秀であるっていう、なるほど、今政治がっておっしゃられたんで、私もすぐバーンと、すぐひらめたのが麻生先生、はい、麻生太郎さん、あ、ね、麻生さんはもうどんなお手紙でもみんな毛筆、うん、ね、毛筆で書かれてるでしょ、ご覧になったことあると思うけど、うん、まあ、すごい達筆でらっしゃって、うん、あれだけで政治家のこう格が、普通の波の政治家じゃないなこの人はっていうふうに、まあ、思いますよね。やっぱりそういうものがやっぱりあるんですか、書っていうか墨とか、まあ、毛筆っていうものって特に、まあ、墨汁よりも、はい、擦った墨っていうものはものすごい情報量を持つんじゃないかと僕は思ってるんですけれど、はい、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、せっかちな方って言ったらあれですけれど、まあ、急いでる方とか、はい、そういった方はやっぱりいつも擦りが、まあ、濃くなる前に書き始めてしまうので、はい、大体人のはいつも薄いとか、はい、その人は人が、はい、人柄も出ちゃう、人柄も出ちゃう、それすればするほど濃くなるんですか、まあ、時間をかければ黒くはなるんですけれど、あまりベタベタになってしまうと書きにくくなってしまうので、はい、ご自身のそのまあ一番いい状態の液が作れる、はい、まあ、墨をするテクニックっていうのもあるので、あ、はい、まあ、そういったものも人柄だったり、はい、まあ、自分のその書きぶりに出てくると思うんですね、はい、やっぱり
筆文字か自分でご自身で刷られたもので字書いてくださって、はい、お手紙書いてくださったものって、はい、まあ、なんかあのメールとかよりもずっと、そうそうそう、そうですね、真心を確かに伝わると思うんですよね、はい、まあ、そういうその他のものにはない優秀性、他の文コミュニケーションツールにはない、まあ、面倒くささはありますけれど、まあ、それと、まあ、真逆ではありますけど真心とか、そういったものが人柄も伝わるもの、申し出書いたやついただいたら、まあ、絶対残しますもん、売れるんちゃうかと思ってほらやっぱりもうこういう人はすぐ何でもね、いやいやでもオークションメルカリ出しちゃおうかとかさダメですよ先生。でも昔の政治家の先生って記号必ずするじゃないですか、スミスってね、それこそ今なら色紙だけど、学校積みなさん作ってでしょ、学校学学学あ学ね、はい、うん、で大概なんかその古いとことかその飾ってあるじゃない、うん、そうそう、あれでなんか人柄が分かるというね、うん、実際にあの織田信長もそうですし、はい、まあ、古いところに行きますとやっぱり、はい、まあ、書簡が出てきたり伊達政宗も書簡が出てくると、はい、それはもうあの文化財として残りますし、はい、その人の時のその時の人、まあ、様子が分かるっていう、うん、あの家臣をねぎらったものであったり、うんうん、その戦場で書いたものであったり、うん、状況が分かるっていうのもすごくいろいろな情報を兼ねた、うん、まあ、文化財になって、確かにそうですね、いや今青山さんがしてるのね、さっき聞いたら、うん、紫式部の硯を復刻されてるんですよね。そうですね、あの半年紫式部前から、制作に入りまして、はい、紫式部が源氏物語を起筆したとされる、起筆した時に、使ったとされる硯が滋賀県の石山寺にありまして、はいはい、でまあ、それがもう随分昔の硯なので随分崩れてるんですね、はい、形が崩れているので、はい、まあ、これはあの保管の方に回したいので、うん、まあ、この時代に蘇らせてほしいって依頼を受けまして、うん、はいはい、でその硯を拝見しに行きました、はい、まあ、僕の見たところでは中国の北魏で作られた硯だったんですけれど、そんなの見たら随分北魏ですか、随分昔ですね。あの時代にあの硯を持つことができたのは天皇クラスの人しか持てないはずなので、おそらくはね、遣唐使遣隋使、はい、そういった、はい、あの、まあ、橋渡しになる方が持ち込まれて、はい、でそれが何かしらの経由で石山寺に行ったもの、はい、それが、はい、まあ、石山寺に紫式部が下記に行って、はい、でこれ使えないわって渡されたのか、はい、あるいは実際に自分で持ってて、そうですね、はい、京都から持って行ったのかは定かではないらしいんですけれど、はい、実際にそのこの部屋で使ったとされているものが残ってまして、はい、その復刻を半年間かけてちょうど先週終わったところなんですね。はい、復刻ってどうやってするんですか、それは同じ素材があるんですか。成分解析をした結果、当時 そのオリジナルは石灰岩だったんですね、はい、大理石、はいはい、ただ大理石の硯って実はこれあのものすごく墨織りが良くないんです、うん、先ほどの墨をするメカニズムじゃないですけど、はい、よく織りる向いている素材って何なのって話なんですけど、カリウムの含有量が非常に重要で、そんな感じですか。あの全く大理石はそこは弱いんです、はい、それで、今回クライアント様の方からは、はい、まあ現代に蘇らせる場合にはやっぱり擦れる状態にしてほしいということだったので、はい、麻木製の炭を下ろすのに適した材料ということで、はい、現在我々が扱える最高級建材を中国から取り寄せて、はい、でまずは採寸して、はい、その形に切断して、はい、で彫刻などなどを、はい、まあ、解析していって、はい、うん、明確にしてそれを掘り込んでいくという形をした、うん、じゃあ素材はその紫式部のものとは違うわけですね。違うものにしました。違うわけですね、はい、ただ、形とか作、まあ、同じ中国から取り寄せたもの、うん、そうですね、同じ中国でもその当時はまだその単形剣というのが発見されていない、あの使えていなかったんですね。単形、はいはい、どういう字書くんですか。単形って、単形はね、難しい字、なんて言うんでしょう、スマホで調べると一撃で出てきます、まあ、あの渓流の名前なので渓は渓流の渓なんですけれど、はい、
まあ、そうですね、はい、まあ、今回の紫式部の硯は、まあ、制作終わりましたけれど、はい、現在に紫式部が生きていたとしても、はい、あの擦り心地としてはこちらの方が必ずいいので、はあはい、こちらを使っていただければいいななんていう気持ちでこれはしました、ね、あの今制作終わったってさらっとおっしゃいましたけど、制作ってどうやってやるんですか？ 手でやるんですか？それとも機械使うんですか？全て手ですね。手で、はい、はい、あのその当時の製法と、ま、ずいぶん違うものを使ってしまっていけないので、はい、そのなんて言うんでしょう、僕なりの跳躍を入れてもいいという話はあったんですけれど、僕の勝手な解釈で作ってしまうと、ただの自分の作品、創作作品になってしまうので、まずはその元となるオリジナルがある以上、やっぱりそこが柱になってくるので、当時誰がどの文化背景で何のために作ったのか、何を彫刻したのかっていうものをまず紐解いていきまして、どんな人がどんな道具で当たっていったのかっていうこともやはりそこを大きく崩してはいけないですね。そうするとやはりあの細かい彫刻だったので、基本的にはもう刀でコツコツと彫っていく。はあ、すごいですね。あのちなみにお値段とかってつくもんなんですか、そういうものは。僕は基本的にはもう、オーダーメイドで一品に関して1年から2年3年かかるものをお受けしているんですけれど、1年から3年かかるものもあります。まあ、はい、中には1ヶ月程度で納めできるものもあるんですけれど、はい、まあ、今回の件に関してはその文化財、特に紫式部っていうことになってくると、はい、後にそれが文化財になっていく可能性のあるものですし、はいはい、文化的貢献度の高いものの場合にはやはり、まあ、そのお値段っていうものは、はい、僕は自分のその工賃としていただくっていうことではないと思っているんですね、はいはい、その文化を残していくのも僕たちの仕事なので、はい、材料代と最低限の、はい、あのお代をいただきますけれど、はい、いたずらに時間がかかってしまうからお金をいっぱいくださいっていうのは違うと思うんです、ね、はいはい、なのでかなりまあボランティア的要素が高いとは思うんですけれど、はいはい、ただ、まあ、お題以上に大切なことがそこにはあると思います。なるほど、はあ、とはいえちなみに大体下世話な例えばじゃあ1ヶ月ぐらいでできるもので お願いするとそういう普通のビジネスベースで考えるとそういう特別なものでなく、はい、ビジネスベースでお受けする場合には、はい、僕は10万円からお受けしてるんです。はあ、あの僕がお作りさせていただくからには、はい、やはり現在使える建材の中でもう選べる幅は全、はい、全地球の石を使います、はいはい、どの石からでも行きますので、はい、なので、いろいろ選べますよっていうところから、はいはい、ヒアリングをしながら組み立てていくので、はい、なるほど、それでまあ10万円からっていう形で受けしてます。それあのお願いする方はどういう方なんですか？プロの書道家とか、まあ、単にアマチュアというか 書道が好きというそういう方もいらっしゃいます？書道家の方ももちろん多いんですけれど、はい、割と多いのは日本画の方とか、日本画書かれてる方でしたり、あと、はい、まあ昔からこういう使われ方をするんですけれど、はい、あの、まあ、なんて言うんでしょう、どなたかへの贈り物ですね。ああ、贈り物。やはりあの、はい、大学の学長さんの先生にお送りするとか、政治家の先生にお送りするとか、はいはい、この文化っていうのはかなり昔からありまして、はい、その贈り物として、まあ、ずっと残りますしね。そうですよね。まあ、それで、まあ、硯を選ばれる、まあ、あの文房四宝の王様って言われていますし、はあ、その筆、墨、紙、硯、はいはあ、その毛筆文化圏最古の筆記用具の王様と言われているもので、はい、まあ、日本では刀がすごく、まあ、尊いとされているところ、中国ではその当時硯が床の間飾りの最高級品だったので、うん、まあ、そういったところから贈答品としての、その使い用途もあるのかなという気もしますけ ど。ということはあれですね、もうほとんどこう単なる筆記用具でなくて文化財っていうか、なんていうか、まあ、そういうもの、うんうん、貴重な
この文化的置物だからね、すずりがもらえるようになったら、うん、長谷川さんも文化人先に言われちゃったよ先私が言おうかと思ったら森下さんもらったことあるってあるないでしょ。いや僕は文化人じゃなくて学者だからいやでもすずり文化って確かすごいね。国内の石ではいいのないんですか。国内もありますね。あの宮城県の、あ宮城、仙台ですね。あ 仙台から少し行ったところです。石巻雄勝町の現象石石、そうが非常にあのなんていうんでしょう、日本の中でもすり心地がいい石として有名です、ね。そういう石っていうのは勝手に持ってきちゃっていいんですか。それとも、いや山の保有者が、はい、所有者いらっしゃいますよね。ちゃんと採掘権利っていうものがあります。そうですよね。当然 でもこうフラーって歩いてて川とかであっとかいうのないんですか。あのもう山から崩れてしまっているものに関しては、まあ、旅の思い出で持って帰ってくることができると思いますけれど、はい、まあ、それはあの、まあ、明らかにこれを材料として使いますっていう時には、きちんと申し出をしていただいてきますっていう話を通さないと。その例えばなんですかね、スマホのね大きいぐらいの数字を作ろうと思うと元の石のサイズってどれぐらいいるんですか。相当大きくないといけないと思います、うん、スマホサイズで撮ろうと思ったら、うん、まあ、その周りですね、はい、周りはどうでしょう、3倍ぐらいに体積はないと、もうじゃあ5キロ10キロぐらいの石かな、まあ、どうでしょう、5キロぐらいはあると安全ですね。あの石って、まあ、ツルハシを入れて山から撮るにしても、はい、こう落っこったものから使うにしても、はい、その空気中になんて言うんでしょう、触れている部分に関してひびが出ていることが多いので、はい、すずりはひびが致命的なので、ああ、その岩盤から引き抜いてその中から安定したところを裁断して使うっていうのが大事なんですね。ということは全部削ってるわけですね。そうですね、中の塊を削り出すわけね。まずはやっぱり山から引き抜く段階で必ずひびが入るんで、はい、そのひびも織り込み済みで抜かないといけないんですね。だからその周り、まあ、捨てるのはもったいないので、はい、他の部分は小さく細切れにしてひびのないところを使って小さいすずりを作ったりするわけですね。なるほど、これ大変だな。大変だね。すごいな、それ。すごいですね。うん、とっても変わった仕事だけど。いや、あの、相性のいい炭ってあるんですか、石によって。こう、なんか、この炭もいろんな種類が勝手にあるのかなと思ったんですけど、炭は一種類なんですか。炭も実際に先ほどの菜種って話をしましたけれど、うんうん、はい、菜種っていうのはちょっとこう茶色っぽく発色したり、はい、でごまだと黒っぽく発色したり、はい、まあ、自身 の, その好きな、はい、あの表現方法ですが、はい、ちょっとこうマットな色にしたいんだっていう時には松の炭とか、はい、まあ、あのすずりとの相性っていうのもあるんですけれど、まあ、すずりとの相性はすずりがしっかりしていれば大体どれでも、まあ、適合としては大丈夫だと思うんですね。なるほど。何を書きたいかの方が大事かもしれないです、ね。なるほど。ご自身はあの筆で書かれるんですか。僕もあの母方の祖父祖母が書家だったので、はい、まあ、小さい頃からおばあちゃんとおじいちゃんに、はい、まあ、おばあちゃんですね、特に、はい、教わって、ながら、まあ、あのすずりの方の業界に入ってからは、はい、学者を主にやっている書家の先生について、はい、教わって、そうですね、はい、まあ、あのやっぱり性能的なものがやっぱり分からないと、はい、そのプロの使い手の方の細かいところにやはり技術的にこう反映させていくことができなくなってしまうので、はい、特に水墨、日本画の方もものすごく難しい内容が多いんですね、うんうん、あの、あ、例えば夜、はい、夜のお寺の中に黒髪の女性が黒い猫を抱いてるのを墨一本で表現したいからすごい、その雰囲気の違いをすずりで出したいっていう話が出た場は出たんですね、はいはい、でその時にはそのまあ墨一本に統一したかった理由っていうのはやっぱりタッチというかその全体の雰囲気が壊れないようにということでご自身の挑戦もあったんだと思うんですけれど、
で、すずりのその研ぎ方でしたり、はい、あと石の種類を変えていくことで、はい、発色やその光の拾い方を変えることができるんです、ね。はあ、はい。あ、そうなんですか。実際にそれで望まれていましたけれど、はいはい、あの同じ炭と思えないぐらいやっぱ差が出てました。あ、そうなんだ。はい、そういうあのここもうちょっとこうしたいんだよねっていう意見、ご意見出た時に全く分かんないとダメなので、自分の技術の投影先にきちんと技術がはまっていくように僕もやっぱり筆から遠ざかってはいけないと思います。なるほどなるほど。はあ、いやーすごい世界だな、そうですね、渋い世界。渋いですね、確かに。今本当に使われてる方少なくなりまして、はい、あの僕もこの業界に入って26年ほどなんですけれど、はい、当時に比べるとやっぱり初夏の先生でももう吸ってないなーって方多いですね。木液を使ってしまう、木樹も蓋を開けて使える木樹を使われるとか、はいはい、うん、ということはどうですか、そのすずりを使った毛筆文化というのは日本では、こう勢いがなくなってきているように見えます、それとも逆にこう、世界で注目されてきているように思います。ですね、まあ、すずりの発祥って中国になるんですけど、はい、その日本だけではなくて発祥の中国ですらかなり縮小されていて、その使われる方が減ってきたから作る方も減ってきてますし、うん、そうすると総合的な技術力の低下につながっていってしまうっていう、うん、まあ、そういう危惧はあったんですけれど、うん、ただやっぱりあのコアなユーザーがいらっしゃるんですね、はいはい、その方はもうあのなんていうんでしょう、そこの流派みたいな、はいはい、あと友人関係ずっと続いてるところとかはもう、はいはい、やっぱりすずり何面も持ちたいとか、はい、やっぱりなくなりはしないんですよ日本の中国は。あ、なるほど。でも今の僕の肌感ですと、うん、やっぱりあの海外の方が、うん、まあ、ご連絡多いですね、うん、やっぱり海外からこういうのは海外には欧米にはないですからね、そうですね、やっぱり海外は注目してますか。特にあのここ最近ガラスペンで使えるすずりを作ってるんですけど、はい、紙を吸ってガラスペンや、はい、ペンで描けるものを作ってるんですけれど、非常に海外の方は使いたい。なるほど。あのお店あの台東区にはあるようですけど、はい、海外のお客さんもいらっしゃいます。あ、今そうですね、インバウンドの影響もありますけれど、はいはい、いらっしゃいますね。あ、そうですか。で、海外の方の方がすずり見ていかれますね。なるほど、なるほど。さて、そこで実はこの番組あの健康についてお伺いすることがあるんですけど、はい、青山さんご自身は健康について何か心がけてることとかありますか。僕はですね、あのこの間紫式部のすずりを作ってる時が特にそうなんですけれど、はいはい、オーダーを受けるときにものすごくカロリーを使うものだっていう実感があったので、はい、お受けする前にもう体力作りからしていかないと、はい、多分途中で、はい、まあ、肩も壊すでしょうし、はいはい、難しいかなっていう印象があったので、うん、もうその日にジムに契約、ジム契約なるほど、すずり製作はまずジムからそうですね。で、まあ、その当時というか学生時代から剣道をやっていたり、はいはい、あの運動はしてたんですけれど、ここ最近そのウェイトトレーニングを、はい、紫式部と同時に始めまして、はい、やっぱりそのフィジカルの、はい、そのなんて言うんでしょう、良さっていうものが、はい、まあ、脳の良さに僕はつながっているように、職人的な発想ですけれど、あの朝例えば、5時半に起きて、はい、でそのままジムに行って、で朝1時間半ほどウェイトトレーニングをしてから栄養をとって、はい、それから午前中あとお昼の3時ぐらいまでに重要な掘りどころは終えてしまって、はい、できるだけ夜は早めに寝る。なるほど、はいはい、あのお話聞いてるとね、とてもあの落ち着いてらっしゃって、はい、これってあの毛筆とかすずりとかそういうこととここの心の安定とかって関係あるようにちょっと思ったんですけど、うん、どうですか。あ、でも僕はあの
忙しい時ほどっていうのもあるかもしれないですね。なんて言うんでしょう、墨すって、はい、誰かにお手紙書くっていうのはやっぱり効果はあると思います、ね、あバチバチバチっとメールで送っちゃうんじゃなくて、頭の中で字整えて、6行ぐらいにまとめて、はい、お送りするっていう、やっぱりご自身でもお手紙は毛筆で書く。そうですね、まあ、なんか毎回お手紙で来るとちょっと鬱陶しいと思う、何かの そのお礼だとか、はいはい、近況報告で、はい、しばらく会いちゃった方とかにやっぱりお手紙出すと、あ、元気だなっていうふうに伝わるみたいな、僕もやっぱもらうと嬉しいですし。なるほど、森下さんいかが。いやいや、お手紙いただきたいな。保存永久復興で、永久保存版で。そうですね。というわけで、やっぱりあれだね、たまには毛筆でね、うん、やってみるのもいいかもね。そうですね、なんか新しい。私なんかも字が汚くてね、もう言っとかなくて嫌なんだけど、どう？いや、でも私もこうよく一筆っていうか、こうなんか、大きい、筆で書くやつとかあるじゃないですか。うんうん、憧れますよね、ああいう。はい、アートですよね、やっぱりこう、ね、自分の心。自分自身で申し出書きます？でも書けますよね、一応。あ、そう。一応こうピッピッ。私なんか結婚式の時に名前書くぐらいなもんなんだけど。あ、それしかも筆ペンでしょ。そうです、筆ペンです。そうです、そうです。筆ペンはでも本当にあれ難しいんですよ。すった墨で、はい、獣毛で、動物の毛ですね、はい、で書くのが一番やっぱり書きやすいですね。筆ペン難しいですよね。筆ペンはやっぱりにじみます、柔らかいしにじむので、はい、やっぱり大人になってからそこで挫折される方多いですよね。なるほど。あ、5本も持ってきていただいたんで、これを最後にちょっと紹介していただきましょうか。はい、これはね、すすりくんって言いまして、はい、まあ、なんて言うんでしょう、今の子どもたち、はい、子どもたちがプラスチックのすすりを使っているので、はい、まあ、あと字、書写の字が僕字下手なんだよなみたいなことを喋ってるんですけど、はいはい、字はうまくなきゃダメっていうことじゃないんだよっていうことと、もともとはそのプラスチックのすずりに今なっちゃってるけど、はい、石なんですよっていうことが分かるものに、はいはい、まあ、これ絵本ですね。そうですね、絵本として仕上げていて、はい、まあ、先ほどの墨がどういう原料でできているか、はい、筆がどういう原料でできているかっていうのも全部分かるようにしてあるので、これ一冊、はい、まあ、大体15分ぐらいじっくり読んでいただけると、はいはいはい、毛筆文化の仕組みが全部分かるような本になってます。なるほど、はい、はい、わかりました。というわけで、すずりくんでした。どうも今日は青柳さん、聖剣士青柳さんをお招きいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。